岡山藩藩学は、江戸時代前期に、岡山藩によって他藩に先駆けて開かれた最古の藩校である。所在地は、岡山県岡山市北区万山町。国学、岡山学校と呼ばれた。国の史跡。岡山藩藩学は、漢文9年岡山藩主、池田光雅によって開設された。これは、江戸幕府が開いた湯島制度よりも21年早い。これより、 前の寛永18年、熊沢万山の主催により、藩校の前身となる、花畑会が創設され、花畑に花畑教場が開かれた。漢文6年花畑教場が廃止され、岡山城内の石山にあった、松平正種の邸宅を学校に、天洋叱り学館が設置された。漢文9年生徒が増加しり学館が手狭となった、ため、三つ正は、津田栄正と、 熊沢万山の弟、泉中井を総武行に任じ西中山下に、半額を建造するよう命じた。同地には三政が弾圧した日蓮州藤受不布施派の炎上院という寺院があったが、弾圧により破壊された。この寺院跡と家臣の屋敷の敷地17区を接収し、建造された。岡山藩を致死し、針間国明氏にいた熊沢万山を招き、 同年7月25日に開校式を行った。開校式には、生徒85人を含め来賓等を合わせて160人が参加した。学校奉行が設けられ運用に当たった。初代学校奉行には、建造に当たった津田栄忠、だし、泉中江が認じられた。三つ正は、陽明学徒であったが、この犯行では、幕府が正学としていた朱子学を中心に教えた。 授業の内容は、専人の講師及び、受読師により主に小学、四書、古教などの小読みと講習、合間に武技の演習が行われた。廃藩置県となる明治4年に廃止するまで存続した。閉校後の明治9年に、岡山県師範学校となり、明治44年には岡山県女子師範学校となった。藩学の建造物は、次第に撤去され、大正後期には、 南門、校門、公道等が残されていた。大正11年3月8日、国の史跡に指定された。しかし、昭和20年6月29日の岡山空襲により、池とそこに架か,かる橋以外はすべて消失した。太平洋戦争後間もなく、校門、公道の基礎は埋め立てられ、現在の岡山市立、岡山中央中学校となり、周囲の学者跡地は、市街地となった。 小室前の姿敷地の規模は南北202.5メートル、東西110.7メートル、面積2.24ヘクタールに及んだ。受教思想に基づき校舎が整然と対照的に配置された。南門、池、校門、校道、中室、食堂が中心軸として南から北に一列に建てられていた。中心軸の東側には一棟の塾と五棟の文学舎、 西側にはに一棟と5棟の演舞乗車が対象に設置されていた。学者の周囲には学校奉行や式、理社、書生部屋などが設置されていた。さらに、西外堀の外側には長さ181.8メートルの馬場が設けられた。初期の定員は小生161名、小児者67名を極突すとある。その後、犯罪性が逼迫し、 天那三年元65年の間は、定員は63名を極都スと改定され、修学者数も減少した。江戸時代後期の文政天保年間頃に最盛期を迎え、最大時には242名もの修学者を数えた。藩校であるため藩士の子弟の教育が目的ではあったが、三つは、農民の子弟で特殊のものは、名字立て分けを許し学費を給付するという特典を、 ふよし、庶民にも、修学の門戸を開いた。ありがとうございます。